はい、こんにちは。月1500円ミニ四駆を、今回からやってきますと書いてあるんですけど、これだいぶ前に撮った動画ですね。こんな感じで改造したのを前回だいぶ前にアップしました。それで全然走らせてなかったんですけど、今回走らせた時の動画があったので、そいつを今回見ていこうと思います。強化パーツはこんな感じです。スーパー X シャーシに取り付けております。タイヤ径はこれ26ミリぐらいだったかと思ってます。それでは早速走行動画を見てみましょう。はい、それではスイッチオンにしています。レディーゴー。はい、ドラゴンバックもなんとか着地をしまして、ブレーキ張ってないんでスロープも全然大丈夫ですが、やっぱり前が跳ねてるのかなっていうふうに思います。すごい跳ねる。何にもマスアンついてないですからね、まあ、フロント調子になってますけど。はい、というわけで3周完走することができました。はい、完走おめでとうと書いてあれ 18.90 ぐらいのタイムでした。それではちょっとスローで見ていきますが、さっきも言ってたんですけど、やっぱここのドラゴンバックの着地も怪しいけどなんとか入ってます。ここのねスロップ下りがすごい、バウンド、ほらバウンドがすごいです。スロップ下りのバウンドがすごくて、ドラゴンバックはまあなんとか攻略してるかなっていう感じがします。バウンドがすごいですね。で、一応提灯になってるので、それは動いているのかなっていう風な感じがしてます。はい、こんな感じで完走することができました。最後は全部スローの映像になってます。まあ誰が見るかというと自分が見ます。